してこう恐縮でありますが、後援会、の会長代行ということで、会長が奥さんがちょっと都合悪くて、出席できないということで代行ということで、私の一言しゃべりということでありまして、本当に私も根が重い、けどやはり、こう引き受けたからには皆さんと共に一生懸命、市民のため、鹿沼市のため、そして地域のために、佐藤新さんを何が何でもこう当選させたいと思いで、受けました。本当に私一人ではどうにもできませんので、ここにいる皆さんと共に、一つになって、力を合わせて、これから5月に向けて一生懸命こう頑張っていきたいと思いますので、皆さん方のご協力もよろしくお願いしたいと思います。今日は本当に、ね、寒い中、お忙しい中、大変お集まりいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。